川端です。よろしくお願いします。今回はですね、日比谷高校の問題です。大小2個のサイコロを投げます。100の位を1、10の位を小さいサイコロの目、1の位を大きいサイコロの目とします。その3桁の整数がですね、7の倍数となる確率を求めなさいという問題です。この問題はですね、この7の倍数っていうところがね、ちょっと難しいところですね。7の倍数の性質って言われたらですね、ピンときますか？まあ私はね、正直言うですね、一回覚えたんですけど、ね、忘れてしまいました。じゃあ、この7の倍数っていうのをどういうふうに考えていくかということなんですけども、まあ最終的にはですね、もうわかんなかったら、もう10の位、1の位をね、これ当てはめて7で割ってみてってね、やれば、一応36通り調べればね、解けなくはないんですけども、まあそれだとやっぱちょっと大変ですよね。ということなので、まず、この7の倍数となる100の位が1になるかと、それをね、先に探してみるっていう手があります。どういうことかというと、例えばですね、100に近い7の倍数、これ98がですね、これ7の倍数なんですね。98÷7 はですね、これ割り切れます。71が7で28で7428というぐらいになりますね。なので、98が7の倍数ってことが分かればですね、これ7ずつ足した数がもちろん7の倍数ですよね。なので、書いていくと、7ずつ足していくと、105、112、119、126、133、140、147、154、161、167というふうになりますよね。で、この中で、この10の位はこれ1から6ですよね。で、1の位も1から6ですよね。そうなってるものを探せばいいんですよ。そうすると、これは、112がそうですよね。あとは、119はダメですね。あ、ちょっと105はダメだっていうのを忘れましたけど、105はですね、10の位が0。サイコロの目0出ませんからね。で、119もダメですね。1の位9になることはありません。で、126OK ですね。2と6 OK。133、3が出て3が出る場合ありますね。OK です。140、0だからダメ。147、7だからダメ。154、これはですね、5と4、サイコロの目としては OK。161、6と1が出ても OK。167、7は出ませんよ。ということなので、1、2、3、4、5ということで、全部でね、サイコロ2個投げたときは、36通りありますので、答えは36分の5という具合に出すことができるわけですね。はい。ということで、まあ、これでおしまいでもいいんですけれども、ちょっとね、別の解き方もちょっと考えてみたいというふうに思います。この10の位をね、小さいサイコロの目をちょっと A、1の位の大きいサイコロの目をですね、B とします。そうするとですね、この100の位が1で、10の位が A で、1の位が B、そんな数はですね、100A 足す10、間違えました。100足す 10A、足す B という具合になりますよね。で、これがですね、7の倍数になればいいわけですけれども、先ほど98が7の倍数って言いましたが、この100をですね、ちょっと98足す2に分け、10A をですね、7A 足す 3A。なんでこんな風にしたかっていうと、ここ7の倍数作ったんですね。プラス B という形にします。そうすると、今98と 7A。これが7の倍数ですから、7でくくって12足す A。で、そうすると、12じゃないですね。間違えました。14ですね。7×14 で98ですからね。7×14 足す A。足す 3A 足す B 足す2という形に変形することができますね。そうすると、今、ここはもう7の倍数なので、この3A 足す B 足す2、これが7の倍数になればいいという具合にして考えます。7の倍数に7の倍数足したら7の倍数ですかね。例えば 7X 足す 7Y は、ね、7×X 足す Y。XY が整数だったね。X 足す Y の整数ですので、これ7の倍数に7の倍数足したら7の倍数になりますよね。なので、ここがもう7の倍数だから、この 3A 足す B 足す2、これが7の倍数になればいいよというふうに考えます。そうするとですね、サイコロの目、ちょっとね、サイコロ表を作りましたが、ここっち側 3A とします。
で、こっち側を B たす2とします。で、A っていうのは1、2、3、4、5、6なので、A に1入れたら 3×1 で3。3×2 で6、9、12、15、18という具合にして、この3の倍数を書きました。で、B たす2って分けましたけども、B がサイコロの目なので1から6なので、B が1だったら1たす2で3。2だったら4、5、6、7、8という具合になります。で、この2つを足した数が7の倍数になっている場合いいので、例えば3たす3は6でダメですね。で、3たす4は7なので OK。という具合にしてどんどんやっていけばいいですね。で、3たす5は8でダメ。3たす6は、9でダメ。という具合になるわけですけども、これ、3に3とか4とか5とか6とな、とか7とか8とかを足していくわけですから、まあ、これ、出てくる数ってね、6、7、8、9、10、11ってありますね。で、今これ連続する6つの整数なので、連続する6つの整数のうちに、7の倍数っていうのは1個あるかないかですよね。なので、もうここに1個出てきたら他はもう7の倍数じゃないってことはわかります。なので、そんな風にやっていけばですね、そこまで大変じゃなくって、例えば 3A、A が2の時ですね。これ6の時だったら、これ、7の倍数になっているものを探すと、6たす8で14ですね。まあ、それ以外はあとはまあ、7の倍数にならないと。続いて、3A が9の時ですね。その時は、9たす5で14。ということで、あとはダメだよと。で、続いて、12だったらですね、15、16、17、18、19、20。という具合になって、これ全部ダメですね。で、続いて、15たす3で18、19、20、21で OK。あとはダメ。あと18たす3で21で7の倍数。あとはダメ。という具合になります。したがって1、2、3、4、5。よって36分の5という具合に出すことができますよということなんですね。はい。ということでですね。まあ、7の倍数をね、先に見つけてからやる。まあ、これがね、まあ、一番簡単な解き方かなと思います。ただね、7の倍数っていうことをね、無理やり作って解くんだったら、このようにして分けて解くことができるので、3A たす B たす2が7の倍数っていうことで、これをね、A、B 当てはめて、この、7の倍数になるものをね、見つけてやるっていうやり方があるよということをね、紹介しました。わかったかな？以上で解説終わります。では、